テキサスモータースピードウェイ、クラブビルテキサスモータースピードウェイは、アメリカ合衆国のサーキット、テキサス州フォートワースに所在する。一周 1.5 マイルのオーバルトラック。トラック開設が1996年という若いトラックである。初期には、外側がナスカー用24度バンク、内側がインディカーシリーズやチャンプカー用の8度バンクとなっていたが、1998年のレース後にトラック改修工事を行い、このデュアルバンクは撤去されている。ターンの内側が広くなっているのはこのデュアルバンクの名残である。その後はインディカーでも24度バンクでレースを行っている。24度というハイバンク、クワッドオーバルという形状、ホームストレッチとピットレーンにまたがるようにできているミニオーバルなど、コース長が 0.04 マイル短いものの、アトランタと似た特性を持つトラックである。ナスカーの場合アトランタ同様リストリクタープレートの義務付けもなく、最高速は200マイルパーワー超えを記録するほどの超高速トラックになる。ただし、アトランタよりもバンクが速く緩やかになるという特性があるため、ターン出口でルースになりやすく、ハイラインよりはローラインを選択するドライバーが多い。一方で、トラックの幅が広いためにクラッシュは起こりにくく、起こったとしても単独スピンで済む場合が多い。またコーションの回数が多いレースでは12回と荒れたレースになるが、少ないレースでは2回程度で済んでしまうような両極端なトラックである。テキサスモータースピードウェイは開業以来伝説的なプロモーターであるエディ・ゴセージによって管理されている。彼の創造的でファンに優しいアプローチは他のすべてのサーキットの運営を図る企画となった。彼はスポーツ界に初めて個人シートライセンス及びシーズンチケットを紹介した。一時期テキサス州法ではスピードウェイでアルコールを販売するのを制限していたが、ゴセージはファンが自らのクーラーを持ち込むことを許容し、その姿勢をファンは評価した。予選の周回平均速度の高さより、テキサスモータースピードウェイは、リストラクタープレート非着用で最速のナスカー、サーキットと考えられてきた。その予選速度は192マイルパーアワーに上り、コーナー進入速度は200マイルパーアワーを超えた。ブライアン・ビッカーズが保持するスプリントカップレコード。196.235 マイルパーアワーは 1.5 マイル級、オーバルトラックの中で最も速い。2001年4月29日にCARTの開催が予定されていた。しかし、プラクティスと予選を走った段階で、ブラックアウトをはじめとする健康不良が相次ぎ、測定したところ長時間 5G 超の力を受けていたことが発覚。決勝開始2時間前に安全面からレースがキャンセルとなっている。インディカーシリーズでも長年使用されているが、現在のところそのような影響は出ていない。レースカーに先導される、レースカー、2007年2018年5月21日現在、出走回数5回以上に限定。テキサスモータースピードウェイ、スタジアム2007年4月のネクステルカップターン4 2006年のディッキーズ500、タイヤ交換と燃料補給。ありがとうございます。